逃げてるだけじゃねえか。どんなに寒い夜でも必ず朝は来る。だったら胸を張ってお天道様を見ろ。世界が自分の思い通りにならないってダダをこねたってしょうがないだろ。その根性叩き直してやれ。私の意志は人々の選択だ。誰もが心の中に死への誘惑を抱いている。それが生命の本質だ。同時に生きていたい、進みたいってのも忘れるんじゃねえぞ。俺はそれを守る。明日の夢を守る。都合が悪くなったらだんまりかよ。完成するまでぶん投げてやる。我は去年、悲しみと後悔を生む過去、我は否定し、集結させる。お前も。その久我慎太郎を殺め、お前の中にある後悔や狂気を。恐れている。お前はお前が口にすると。違う。俺は未来を信じて。確かに辛いことはいっぱいあった。でもだから前に進みたいって思う。昨日の自分より。あっ、私の後悔を呼ぶと、なぜ気づかない。生きることは悲しむことだ。希望を持たなければ絶望もない。私は時間を認識し、悲劇を呼ぶのは人の心だ。ただ逃げ。どんなに寒い夜でも世界が自分の思い通りにならないって。私の意志は、それが。同時に生きていたい、進みたい。都合が悪くなったらだんまりかよ。制するまで連絡。派手に行きますよっと。これで今度こそおしまいだ。
ほう。光太郎さん。お前がそんな風になったのは、お前のせいじゃない。だから、次は祝福されて生まれてこい。待ってるぜ。サヨタ、月子、大丈夫か？あなたって人は、自分が何をしたか分かっているのですか？あ、俺、なんかまずいことしたか？まずいも何も、完全に破壊もせず、許すなんて。許してあげましょうよ。だってコウはどうしようもないくらいバカなんだもの。月子？なんかそれひどくねえか？あら、褒めてるのよ。褒めてるようには聞こえねえっての。いや、もしかして城全体が崩れ出してんのか？おそらく核を失って城の構成要素がバラバラに分離を。ってやばい、早く脱出しねえと。行くぞ月子。ヤタに先導させます。ついていってください。わかった、セータ。ヤタ、行きなさい。もう少しだ、一気に行くぜ。はい。あれは青い鳥？綺麗ね、綺麗だね、お母さん。
に本当に綺麗。こんなに綺麗な夜空初めてだわ。見ろよ、すごい景色だな。綺麗ですね、本当に。私たちの守るこの世界はこうも美しいのですね。悲しいことや辛いことがあっても、この思い出みたいに温かいことも必ずあるんだよね、こう。そうだな。それはこの景色を見ている人間すべての共通した思いだろうな。おっさん、みんなも。高雪も明治王ちゃんを無事に救出したそうだ。全く天下ではなかったけれど、こんな景色を見られるなら悪くはないわね。星空というのはこうでなくては。何もかも光太郎さんのおかげです。あなたが諦めていたらこうはならなかったでしょう。よしてくれよ、みんなのおかげだよ、間違いないって。ああ、プロジェクトスターレインボーか。さすが光太郎が呼んだ虹の橋だ。いい眺めじゃないか。光太郎のゲートを開放し、ボロステーションを出現させて、月に浮かぶリフトラシールを回収する。 VZ の計画はそんなところだろう。ああ、光太郎の心を悲しみに沈め、一挙にゲートとリフトラシールを確保する。まったくつまらん作戦だ。そういうからにはお前はリフトラシールに興味がないと。僕は第七世界にいることになってるんでね、不在の人間は何もしないさ。よかろう、じゃあここでさよならだ。次に会うときは決着をつけよう。いいとも。それまで生きていろよ。また会おうね、ロイちゃん。じゃあ私たちも行きましょうか。ああ、ここからが本当の仕事だからな。この辺りでいいのか。間違いないわ、マキのナビゲートは完璧だもの。おいおい、本当にここでいいのか。ああ、どうせ帰り道は情報変換されるからな。座標の特定の方が重要なんだ。時空間歪曲を確認、ポテンシャル増大、臨界を突破します。お、来るらしい。ちょっとした見物だぞ。来ました。
んだありゃ。天の御柱、機械なの？すごいな、見物だろう。非同期軌道スカイフック、こいつを複数の軌道に並べ地球月間で荷物の受け渡しを行うシステム、ボロステーションだ。俺たちはこれに乗りに来たのさ。それって SF に出てくるやつかしら。知ってんのか月子。テレビで見ただけよ。確か軌道エレベーターの親戚で、物を簡単に宇宙に運ぶための施設よね。おめでとう。この世界の人類はいつか遠い未来、自分たちの力でこいつを作り出す。夢と希望の名のもとに。今回はそれを少し借りるの。時間を超えてね。こいつで月に行ってバカ王子の落とし物を拾うのが本番の仕事なのさ。義勇社員が行った情報集積の効果は想定値を十分にクリアしています。計画は順調に進行しています。キャプテン、じゃそろそろお別れかな。もう行くのか。あんまり暇があるわけでもないのさ。そんな顔するな、照れるだろう。わざわざ来てくれたのに、俺憎まれ口ばっかだったな。すまね。別れ際にでもそう言ってくれるなら十分だよ。ネギさんにもよろしく伝えてください。なあ、わかってる、伝えるよ。コウタロウさん、メイちゃん、私、コウタロウさんに言わないといけないことがあるの。俺、なんかヘマしたか。その逆です。ありがとう、あれを守ってくれて。デカブツを俺が、どういうことだ。あれは未来なの。ボロステーション自体はただの機械、でもそこには連綿と重ねられた人の夢と希望、明日を目指す魂が集まっている。あなたが守った町、そこに生きる人々、その人たちが抱いている夢、希望、喜び。あなたの守ったすべて、それがどれ一つ欠けてもあれは生まれない。そのきらめく可能性、すべての結晶。コウタロウさん、あなたが今日を守ったから遠い未来にあれが生まれるの。